ナダスペシャルがあるんですよ。ね、何する何する何する。ミートソースでスパゲッティじゃないの？そうです。に何乗せるの？スパゲッティの上にあ の生の刻んだネギを乗せるの？バシャッと乗せる。それ初めて聞きました。そのあるんですか？世の中にそういう食べ物が。ここで生まれた。ここで生まれたんですか？仙台で。頼みますかね今日。頼んでくれたらいいですけどね。ありがとうございます。もしかして今日あれですか？今日はあれだよね。来た、来い来い。ミートソース、スパゲッティかな。それはもしかして噂のいつものお願いします。サワダスペシャル、今日は入りました。あ、サワダスペシャルお願いします。サワダスペシャルいました。サワダスペシャル、あ、それは頼んでみとりあえず頼んでみ。じゃあお願いします。サワダスペシャル3つです。これですか、オリックス時代からなんですか？ヤギ、お前な、常識。まずな、自分の名前を言って。何が分かんない、ね、国次第なんだ。国次第だっけ、はい、ありがとうございます。あ、そうか、はい、僕は叩き込まれたんですよ、1年目ここに来た時に。はい、なんて。オリックスの先輩たちに、はい、まずここに行け、そして自分の名前を名乗って挨拶しろ、はい、で、そこからミートソーススパゲッティ以外食うなって言われました。そしてサワダスペシャルになっちゃったの、そのミートソーススパゲッティ、はい、ミートソースだ。あれ、みんなミートソースじゃん。当たり前。牛タン煮込みする。牛タン煮込み。はい。チーズとブラックペッパーいや、と温泉卵2個。それは編み出したの、自分で。いや、海田さんに教えてもらいました。あ、海田先輩に、はい。キャンプの海田先輩に。それじゃあ言われて。タケノコご飯取りました。まずはチーズを、はい、このスプーン2杯。上からどのくらいですか？いや、これはサワダスペシャルらしい。上からミートソースとで、はい、ブラックペッパーを2周半。タケノコご飯少しください。はい、あ、大丈夫かな。あ、なくなった。あら、なくなった。どれ？ブラックペッパー、すいません、はい、で、温泉卵を2個す、もう1個。 OK、 分かったわ。あります。最後からめくるのがいいんだ。はい、ありがとうございます。このサワダスペシャルですか？そうです、もう続けて出ます。いただきます。お願いします。十二分に混ぜないといけない。まずはこれ、すみません、聞いていいですか？はい、普通のスパゲッティじゃダメなんですか？ダメです、うん、これで完結するんですよ。あ、1個でね。はい、栄養も全部が。そうダメです。僕さんでください。なんで僕ダメです。なんで NG？ 僕食人管理されてる。あ、そっか、ごめんなさい。失礼します。某選手もサワダスペシャルを食べていましたということで。某選手ね。僕よく誰かわかんないですけど。はい、某選手。某高橋さんじゃないですね。某高橋さんに優勝や。いただき。めちゃくちゃうまそうよ。歯が焼いてるよ。うん、うまい。もう一回お願いします。最後。これ誰これ。クリンさん、これ美味しそうなんですけど。じゃあ、美味しくいただいてください、皆さん。うん、美味しくいただいてください。ありがとうございます。あ、失礼しました。おはい、失礼しました。ありがとうございます。じゃあまた YouTube。 おー、返しサック。あ、どうも、タモさん。タモさん、それダメですよ。タモさん、バイバイ。赤の写真来い。どういうこと？